いや、おーい、サイコロたち。いっと、なんでここまで来たんだ。人々からことの経緯は聞いたぜ。それにお前がこの肝試し大会の最終決戦に勝ったってのもな、こいつの正体だって知ったぜ。だから俺様は他のやつと話し合って。ん？お前この間の狐女じゃねえか。なんでここにいるんだ。わらわのことは気にするでない。何を話し合ったんじゃ。よく聞け。肝試し大会の終了を祝って一緒に三千花祭りをやることにした。俺様は考えたんだ。妖怪たちの妖力だけじゃできねえかもしれねえが、俺様が参加すりゃ問題はねえ。俺様ある時天下百鬼の王イットがみんなを率いて最高の三千花祭りをやるぜ。さすが新滝様。おお、本当に大丈夫なのかよ。そりゃどういう意味だ。今回は俺様だけじゃなくて他のやつも手伝ってくれる。アヤトの兄貴まで来てくれたぜ。今はみんな準備してる途中だが、もうちょっとすれば祭りの完成だ。お前らは遊ぶだけでいいぜ。アラタキ様、最高。祭りと言われれば、わらわが行かぬわけにも行くまい。ああ、祭りを回るのは久しぶりじゃ。出てくるときに酒を持ってきてよかったわ。イットのやつ、たまには頼れるじゃないか。ひひ、祭り、うまいもの。オイラの出番だぜ。ええ、君たちさえよければ。